もなく9万キロだね。うん、多分 SSTR 中に9万キロになると思います。福神チャンネル始まるよ。はい、皆さんこんにちは、福神チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。久しぶりにバイク出してきました。SSTR2023、 はい、今年も始まります。 SSTR 毎回ね、説明していますが、 SSTR とは何ぞやということで、太平洋側を日の出と同時にスタートして、夕方日が沈むまでに、石川県のね、日本で唯一砂浜を走れる道路、千里浜渚ドライブウェイ、そっちにねゴールする1日でだよ、うん、っていうイベントが毎年開催されてて、僕ね今5回出たのかな、今回6回目になるんですが、今年もね参戦していきたいと思います。でこのSSTR なんですけど、5月20日からスタートしています。5月20日から5月27日までということで、例年ね私は、最初初日に走ってたんですけども、今年はね、ちょっと帰りのフェリーとかの都合もあって最終日にね、エントリーをすることになりましたので、今年もね仲間と一緒にね出走していきたいと思います。今年前回はね、元コンポで出走して、原付きで果たしていけるのかっていうチャレンジでした。今回はね、12R で行こうと思います。今回は距離を走ります。かつてないね、最大規模の、距離を走る予定で、これから準備していきたいと思います。でね、SSTR にエントリーすると、こう、エントリーグッズがね、届くんですよ。はい、あ、なんか入ってた。あ、これ SSTR のリストバンド、これがねないと景品とかが交換できないので、これはちょっともうなくさないように毎年のやつがね、毎年のやつが溜まってってますけどもここにつけておきましょう、うん、から何が入ってた、シュアラスターゼロバリア、これは何をするもんだ。気になる匂い、あ、ヘルメットとかに使えるやつだね。だからこれは、これもシュアラスター、これはガソリン添加剤だね、うん、だ、あ、これは多分ねエントリー景品の何かが入ってましたね。お、防水バッグじゃん、いいね。お、監督これに入れていくかなミニ監督これに入れていこうかな、したら防水で完璧ですね。防水ミニ監督袋、まあそれはいいとして、じゃん、はい、到着しました。今年のゼッケンですね。今年はねなんと1507番というね非常に普通の数字になりましたね。うん、ZX12R で1507番ですので、どっかでね出会った方、あのお会いしたらお声掛けいただければと思います。よろしくお願いします。今まではこの形だったんだけど、今回ちょっとシールのデザインが変わってるね。これは貼り替えなければいけない、うん、これもねずっと重ね貼りしてたんだけど、今まで丸だったんだけど四角になったね、うん、フロントはいつも通り貼ればいいかな、うん、綺麗に剥がれたね。あ、獅子型か、ここら辺だね。ここに合わせてこれを剥がして、剥がろう、ここでいいね、よし、 OK、 剥がして貼ればいいね、 OK、よし、ここでいいか。お、塗装が剥がれちゃって、
ちの方がかっこいいか。この電動アシスト、人間アシスト原付にでも貼っとくか。でこれはここか。難しいんだよね。よし、しばらく晴れたぞ。 OK 1507番、今年の SSTR です。じゃあオイル交換とかしようかな。うん、はい、よし、オイル交換します。いつものね、カストロールパワーワン 10W40 ですね。まあいつも通りですね。プッと押せば開くよって教えてくれる人いるんだけど、開くやつと開かないやつがあります。これはね、あのレバーを使って開けてくださいっていうタイプです。オイル入れるぞ。ゆっくり入れるぞ。よし、 OK だぞ。まもなく9万キロだね。うん、多分 SSTR 中に9万キロになると思います。よし、いいね。あとチェーン掃除か。ブレーキ、フロントブレーキ一回ちょっとバラしたいけど、でもバラすとバラすと組んだ時にミスる可能性があるからバラさない方がいいか。今回帰ってきてからやろうか。うん、最近はさ、逆輸入車っていうバイク聞かないよね。昔はね、結構逆輸入車っていうバイクがあって、この ZX12R はね、その逆輸入車っていうモデルなんです。つまり、日本での正規販売はなかったんです。はい、正規販売がなかったって言ったらおかしい、ね、まあ逆輸入車として正規販売されてたんだけど、いわゆる一回海外に行って帰ってきている車両なんですよね、輸出仕様。うん、なので日本のその日本の標準モデルの中にこの ZX12R っていうのはなかった。初期のね、はやぶさとかもそうなんだよね。あの日本向けモデルっていうのがなくて、海外もし海外向けモデル、まあメインのそのターゲットも、まあ基本は多分外国なんだよね。まあこの車格とかさ、この足つきの悪さとか考えても、まあ、日本人向けだなっては思わないもんね。うん、間もなく9万キロになります。うん、ですね。で一応ね、今年は、SSTR は27日最終日にね出走します。今までない長距離をね、ちょっと今回は走っていきたいと思います。帰りはね、フェリーにしようかなって思ってます。でね、時間があったら、鏡原市わかんない、鴨市とにある、なんか岐阜航空宇宙博物館みたいなのでもちょっと見てこれたらいいかななんても思っています。そういう予定でね、今年は SSTR にね行きたいと思います。皆さんにね、ちょっと発表がね遅くなっちゃって申し訳なかったんですけども、今年も出走いたします。チェーンシコブラシ、うん、こうやってこう抵抗がこう指に抵抗が来ないので、とりあえずまだ大丈夫かな。じゃ最後オイルをかけてと。あれないじゃん、買ってこよう。いいよね、劣化してる感じもしないね、見た感じね。うん、結構乗ってきたからね。
まあそろそろ交換してもいい時期なのかな。うん、じゃあ出かけてみようかな。うん、やっぱ走り込んでおかないとね。 SSTR 長距離なのでやっぱ体もねやっぱきついね。で普段使わないさ筋肉とか使うんだよね。あと普段使わないストレッチな部分とかをね伸ばしておかないといけないんですよね。うん、あ手袋は泣いてる。そうだった、よいしょ。ちょっとそろそろ修理も限界だからじゃあ行ってみようと思います。ちなみにねバッテリーとかは新品に交換してあります。よいしょ、チリ浜の練習だ。まずは砂利道の下りで、で今日の気温が、だいたい今ね4度とか5度ぐらいかな。多分当日の日中の気温もこのぐらいになると思うから、これねウェア、このウェアでいいんじゃないかな。24度5度で高速道路中心だとね、意外とね乗ってみないとさ、降りてると暑いんだけど乗ると寒いとかってやっぱあるんだよね。で朝方はね多分寒いと思うの、東北出発だからね。だからその時このウェア、これのウェア自体は電熱ジャケットだから、まあ、スイッチを入れれば温まるんだよね。うん、メッシュジャケット1回ねいつだったっけな、やっぱ30何度になった時があって、その時はねやっぱメッシュジャケットじゃないと厳しいなっていう感じの時もありましたね。うん、とさ荷物増えるからね。でまあこの SSTR なんかもそうなんだ、 SSTR 特にそうなんだけど、荷物をねなるべく持っていきたくない。うん、長距離ツーリングは荷物は少なければ少ないほどバイクがやっぱ軽いからさ、うん、取り回しとかの時の転倒のリスクを避けることができるんだよね。うん、ご飯食べに行くからさ、あんまりみすぼらしい格好ではねお店にご迷惑をかけてしまうので、まあちょっとよそ行きのね、うん、感じかな。ブーツは多分僕が使ってるブーツはあのライディングのブーツなんですけど、アビーレックスさんのおしゃれなやつおしゃれなやつ、まあ、普通のやつ、おしゃれ、ちょっとおしゃれめなやつだからさ、多分これは靴はこれで多分大丈夫だと思う。うん、雨の心配はそんなになさそうだから、あのモンベルの登山用のカッパで大丈夫かな。やえしようか。やえいただきました。時計ずれてんな、こっちかな。長押し10分と、うん、オッケー。皆さんとまた千里浜で会えるのを楽しみにしています。ご視聴ありがとうございます。